はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画ですね、前回動画をご覧いただいた方はこの後ろでね、なんとなく分かる方もいらっしゃると思うんですけれども、獨協大学駅前にございます、鷹の目さんの本店にお伺いしております。というのもね、以前の動画で煮干しを使ったラーメンいただいたと思うんですけれども、今回はね、つけ麺の煮干し系限定がね、改めて販売されるということで、事前にねお伺いさせていただきまして、本日はそちらをいただく予定となっております。このイベントなんですけれども、またね、当日は朝の6時半から販売予定となっておりまして、500食限定らしいんですけれども、今回のメニュー名がですね、濃厚イカ煮干しつけ麺ということで、麺の方にはね、昆布水なんかも使用しておりまして、濃厚なんだけどね、まろやかな限定となっているそうなので、早速ね、そちらのメニューいただいていこうと思います。はい、ということでね、ただいまこちらメニュー到着しております。こちらがね、濃厚のイカ煮干しつけ麺ということで、つけ麺はね、普段からも鷹の目さん提供はしているんですけれども、煮干しを使ったね、つけ麺、鷹の目さんでね、いただくのは楽しみですので、早速食べていこうと思います。いただきます。いいよ、重たい。よいしょ。うん、これはね、うまいのはもちろん知ってるんですけど、でもやっぱね、普段と違って昆布水が和えられてるんで、またね、ちょっと一味違いますよ、これ。うん、鷹の目さんといえば、まあ、もちろん、ね、二郎系なんで、このチャーシューなんですけど、実際ね、販売提供される際はこちらのチャーシューではなくて、低温のね、チャーシューに変更となるそうですが、改めてこれ見ていただきましょうか。うまそうだね。ちょっと早速ね、こちらの漬け汁につけていきます。いただきます。うん、濃厚だな。ラーメンの時よりも煮干し感増しましたね。すげえ。漬け汁自体はね、この煮干しの濃度半端じゃないっす。でもね、不思議とえぐみとか苦み、その煮干しの嫌な部分はしっかりとね、丁寧になくなっているので、煮干し漬けはたまらないと思います。ちょっとね、岩海苔追加で入れちゃいます。よいしょ。こんな感じ、すごいね、これ。本当にね、とてもじゃないですけど、二郎系のね、お店が出す煮干しの一杯じゃないっす。トッピングに乗ってるとろろ昆布に大葉ね、あえちゃいましょう、これ。濃度わかります？うわ、
ちなみにね、あの前回の動画でもいただいた煮干しのラーメン400杯でね、限定販売したんですけど、当日はね、400杯がよ、10時間弱でね、売り切れたらしいです。まあ、時間で言うと、3時過ぎぐらいにはね、もうあの、ここまでですって言って、列を整理したらしいので、食べに来る際は、週末ですんで、お早めにね、並ぶことをお勧めします。じゃあさすがにここまでの濃度だと、残った昆布水で割っても、飲み干そうとも思わないですね。僕痛風になったんですよ。この前痛風になったんですからね。こんなの飲み干したら痛風ですよ。でもやっぱり濃厚系でもあの母体が二郎系なもので、その動物系のやっぱバランスがもともと濃度がね高いので、濃いめにね煮干しを合わせてもかなりねバランスいい一杯になってますね。生卵もね、いただきましたんでね、普通に漬け卵をします。生卵に煮干し入ってます。いいよ。漬け汁がね、もうなくなりそうだし、麺もね、残りラストなんで、これ全部入れちゃいますね。最後ですね。完食でございます。また。ごちそうさまでした。ということでね、ただいま濃厚いか煮干しつけ麺完食いたしました。こんなことを言うのもなんなんですが、痛風の僕ですらほぼ汁堪忍するぐらい食べてしまいました。これぐらい美味しかった。うん、もちろん濃厚で癖がないっていうのは嘘ですけど、本当に煮干し好きは絶対に満足ができますし、もちろんね、もともと二郎系ってこともあって、豚感、まあ動物系のね割合なんかもすごくバランス良くて、本当に美味しい一杯でしたので、もう1日販売限定のこちらのね、いか煮干しつけ麺、ぜひね、食べに来てみてください。ただね、まあ、前回のイベントの感じを踏まえて、結構ね、並ぶと思いますので、もう季節も夏で、気温も暑いですし、しっかりとね、皆様、熱中症対策をして、ぜひね、食べに来てください。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。あー、マジ明日怖い。足先が怖い。明日水いっぱい飲まないと、帰って5リッター飲もう。